影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる御船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真意を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさな物言いじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番が野心だぞ。なんじゃと。この岩、砂、霧、お前らの里の抜き人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついとる。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうした、水影殿。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを黙っていました。やはりお前のところもか。まったくどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に、一つこの場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。わしにもまだよくわからぬが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。暁はこれまでも、そしてこれからも拙者たちの脅威となり続けるであろう。しかし災い転じて福となす。こうして五影が全員揃うことも滅多にあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。良い案だ。今は非常事態に等し、協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。
そしてそれぞれの性格、年齢、そして諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としてはおかげに忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと、私でよければその任務を受け負うつもりだ。ちょっと待っていただきたい。おかげ殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。なんだお前は。私は水影様の付き添いとしてこの場に参加させていただいている青という者。青、おかげ様の包帯の下ってどういうことなの。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながらほかげ殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内葉止水のシャリンガン。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。まさか身腕を術にかけ言葉有利に運ぶように仕向けたのか。おかげ殿、他の方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよ。奴らの仕掛けたものだと思われます。へえ、サスケを目前にしながら。いやもうえん、先にザコどもを始末する。大影殿、お戻りを。この場は拙者が。黙れ、サスケは弟の仇だ。わしが剣をつける。力なき者は踏み潰せ。
とかして消し飛ぶがいい。デタラメな強さっすね。死にとかして消し飛ぶがいい。憤怒の恐怖を思い知らせてやる。来る頃だと思ったぜ。構造憤怒の恐怖を教えてやる。
いたくなかった。ただの力押しが通用すると思うか。ここより手出し不要だぞ、風影。サスケはわしの獲物だ。そうはいかない。サスケや暁は雲隠れだけの問題ではない。